待たせ、映画撮ろう。違いがない。ゆうちゃんの影響大きいもん。まあ、影響は大事だと思うんだよね。最初の男の影響って大きいじゃん。田中さん、今日このまま撮影続けらんない。彼の目が曇ってるのが私にはわかる。今度メキシコでビッグバジェットの企画がスタートするんですよ。今のその映画終わったら俺と一緒にメキシコに行こう。チビのためを思ってるのは分かるよね。